ワールドシリーズ昨年優勝のモンスターロシモフがすでに準決勝でもってバロンコンラシクに勝ちまして決勝進出が決定しております。果たして日本のエースストロング小林が決勝進出なるかという今晩の試合ですが、まずその前に6人タッグマッチをご覧いただきましょう。外人組のトリオが第1中小と揃っておりまして、大きいのはもちろんモンスターロシモフ、それから真ん中がエヴァンバイセン、それからちっこいのがシートコバでやります。対しまして日本のトリオは今リングに上がっているラッシャー木村、それからサンダー杉山、クラニッチ勇でやります。水平打ちが決まっております。入ってきたコバ、リング内ラッシャー木村でやります。今晩も国際プロレスの吉原社長にお話を伺いながら楽しんでまいりたいと思います。さあ、吉原さん、リング上はにぎやかに6人タッグマッチが行われているんですが、この後にですね、小林が登場する準決勝があるんですね。控え室で相当緊張してるでしょうね、今ね。そうですね、もう、はい、大一番ですからね。はい、この話はまた後ほどゆっくりすることにいたしまして、まずリング上の6人タッグマッチをご覧いただきましょう。レフェリー阿部治でやります。ラッシャー木村とティート・コパ、テラリチが外からドロップキック。6人が6人揃ってなかなか今晩元気なようですけど、どうですか。いや、もう何やら面白い試合ですね。はい、元気なテラリチ、外人組コパ、4回転のドロップキックでやります。そのテラニシと、それから外人組のバイテンとの自分からして、これも面白い。テラニシがドロップキックで挟んだ、削った、下に投げた、モンスターロシモフによるドロップキック、テラニシ元気、ドロップキック張り付け、ハッチングでやります。モンスターロシモフ捕まった、テラニシがロープの反動を使って馬跳びでやります。今度は杉山がコパの頭、元気です。日本の3人は元気、テラリチがコパを抑え込んだ。しかしカウント2つ、非常に動きの激しい6人タッグマッチでやります。1人捕まっているモンスターロシモフ、もう1回テラリチがロープを打ったら人間爆弾でやります。2発目、バイテンが入ってくる、バイテンを捕まえた、ですね、吉原さんね。今年ももう一番まあ成長しましたからね。はい、実に元気です。まあ、小林優勝のためにこの今このロシモフを痛めつけておいてもらいたいですね。なるほど、はい、さあ、コパクライが出ました。キートコパの登場でやります。まあ、とにかくプラネットという人は運動神経の非常に発達した人でありまして、まあ、学生時代からはバレーボール、バスケット非常に球技に興味を持っておりました。その後ご存じのように相撲界に入りまして、さすらい部屋からこの大関界に投じております。まあ、本当にこの人の持っている技をいちいちこう数え上げたら気にないですよね。いろんな技持ってますね、プラネットというのはね。球場ですからもう非常に速いですからね。はい、まあ、うちに入りましたときは、まあ、77、8キロしかなかったんですけども、今はまあ95キロと、まあ、少しずつは上でも増えてますからね。あ、そうですか。はい、関連して、まあ、途中国ぐらい出方がついたらもう本当に楽しい。そうですね、なと思いますよね。はい、ライジングにご存知モンスターロシモフです。そろそろ変わりたいテラリチです。左の手がテラリチの喉元に食い込んでおります。ちょっとアメリフリ気がつかない、ちょっとアメリフリが気がついておりません。テラリチの喉に食い込んでおります。ご覧のような大きな手が喉元に食い込んでいる。ロープギロチンでやります、モンスターロシモフ。
相手がでかすぎます。フラリッシュ心配そうなサンダースにはマラッシャー木村またロープハンギング、ロープの上に落とされました。フラリッシュ非常に苦しそうです。じりじりと逃げ帰ろうとしますが失敗点が入ってまいります。6人タッグマッチで1本目さあここで逃げた。どっちにタッチする。ラッシャー、ラッシャーでやります。木村にタッチ、危ない。またロシモフ最上段のロープをまたいでリングの中に入りました。ロシモフの続きです。しかし頭の方では木村も硬い。早上げるロシモフ、あ逆にする人、逆にする人、ヘブストドライバーにしますか。ヘブストドライバーです。立てそうもない、立てません。カウント3つ。しかしあのロシモフのトゥームストーンドライバー、まあ、ファイルドライバーの変形なんですが、あれは強烈な武器ですね。もうあの落下度がもう大きいですからね。はい、ね、先週もご覧になった方はご存知の通り、バロフォンラシクがあのトゥームストーンドライバーによって失神しております。1本目モンスターロシモフのトゥームストーンドライバーが決まりました。外人組が1本取っております。この番組は TBS をキーステーションにして全国のプロレスファンの皆様にお送りしております。モンスターロシモフのトゥームストーンドライバーというウルトラシードをこの場によりまして、外人組が1本取ってこれから2本目が始まります。ロシモフと木村なんですが、木村は大丈夫か。あれちょっと頭を打っております。まあ、やはり瞬間的に脳震盪を起こしますからね、あれはね。例によってロシモフスマイルと言いましょうか、にやーっと笑っておりますモンスターロシモフ。精悍な顔つきのラッシャー木村、正面から一度はちょっとまずい。ロシモフ完全に外人側のコーナーです。惨敗点に変わります。テクニックの豊富という意味ではこのバイテンも非常にバラエティーに富んだ技を持っておりますけれども、まあ、やはりこれ一発という殺し技がちょっと極めていますかね、それがなんかないような気がしますね。まあ、技はあのスピードとかもう非常にいいものを持ってますけどね、はい、もう寺西になんかもうそうですね、はい、相手からスキマがコパに変わりました。まあ、毎度ご紹介しておりますけれども、プロレスラーの中では現在一番濃いシートコパであります。一番でっかいモンスターロシモフと一番小さいシートコパ、その真ん中にワンバイテンがおります。またロシモフにタッチ。どうもまだ杉山の出番がない。コンビネーション戦ではなんか外人の方がいいような気がしますが、リズムに乗った攻撃を展開する外人トリオ、またコバに変わっております。また売店に変わります。足に攻撃を加えているイワン・バイテン、日本組ラッシャー木
アベルフリーのホイッスルが鳴ります。あ、何か飛び込んできた。2人にドラムリンクをかませました。さあ、モンスターズの方を捕まえた。2人がかり、この辺タッチもしてないんですが、ライデンドロップが3つ4つ5つ、あー、6つ目だめ。コバが挟まれた。コバが挟まれております。あの長い足、ロシモフの足にコバが挟まれております。杉山がバイテンを捕まえるか。2人とも完全にサンドイッチになりました。その上にサンダー杉山が乗ります。バイテン、さらにコパと殴り飛びました。ラッシャー木村でやります。バシッと音がします。さあ、木村のブルドッキングヘッドロック。木村作りのブルドッキングヘッドロックでやります。さらにロープへ飛ばして12ジャンプ。さあ、バイテンを捕まえるか。足が上げて油降りてやります。バックブリーカーを見せました。ラッシャー木村、カナディアンバックブリーカー、アルゼンチンバックブリーカーに行きます。キブラのアルゼンチンバックブリーカーです。さあ、ユアンバイテンがキブアップするか。それを振り回しました。ラッシャーが振り回した。コバが振り飛ばされる。コバが振り飛ばされる。ジェプチアルゼンチンバックブリーカーガチッと決まっております。バイテンギブアップ。バイテンギブアップでやります。木村が、ブルドッキングヘッドロックから、それからジューディショップ、それから最後にアルゼンチンバックブリーカーで仕留めております。木村のいい面がずっと出てきましたので、まあ、もう一つスピードが加わる。バーも完璧です。なるほど、はい。これで1対1の対になりました。6人タッグマッチでやります。この番組は TBS をキーステーションにして全国のプロレスファンの皆様にお送りしております。ベシャルさん、察するところですね、ロシモフはなんとお前ってやらは弱い野郎なんだと、もう少しっかりせんか、俺は情けなくなるというような感じで、なんか、さっきの人が言ってましたけどね。もう、打ち合わせの作戦が全部もう、裏目と出てるみたいですね。そうですね。外に待っているモンスター、ロシモフ。また、バイテン、トラッシャー、クルーで始まっております。水平打ち。さあ、肩を返した、逆襟に入る。チケット、ロシモフの姿が見えない。ロシモフの姿が見えませんが、お客さんの中に座り込んでおります。お客さんの中に座り込んでいるロシモフ、もうやる気ない。ロシモフに代わってテラリシジュリチョップ、テラリシのジュリチョップでさらに担ぎ上げて、バイテンがかわいそうだ。抑え込まれます。あー、しかしさ、でっかい足が出てまいりました、モンスターロシモフ。まあ、やはりたくましい勝利を収めるためにロシモフをもうなんとか外さなきゃいけないですね。先ほどの2本目のようにうまくロシモフを場外に衝突になるなりして、入れないようにしなくてはいけません。ああ、間違えた。バイテンがせっかくコールに行っているところ、ロシモフがあの36センチというでっかい靴で蹴飛ばしました。バイテンに歯車が狂っております。
日本軍杉山第2組コパリアマレコパットです。今晩あるって吉田さん、コパというのは大変あの世界一流のショーマンなんですが、なんかコパの存在が薄れているような感じですね。同じように丸っこい体をしております。杉山とコパ、コパくらい、回転に変わります。モンスターロシモフ、今度はサッとロシモフの体をかわしております。さあバイテンをコーナーに引っ張り込んできた。日本組テラリキ、3区から5位の方に持ってくる。まだ早い、バイテンとテラリキのテクニック争い、これは興味があります。最初のタイで決勝の3本目です。ほら、バットが当たる。アラグがモロに背中に当たりました。かわってロシモフ、でっかい腕で、本当に丸田んぼのような腕でテラリキの顎のあたりかき上げております。さあボディリフトに持っていきます。モンスターロシモフのボディリフト、身長222センチ、センチから落とした。胃袋落としてやります。さあ抑え込んだモンスターロシモフ、200キロ、耐えられません。軽量テラに耐えられません。マイシャルさん222センチの上に手を差し上げて、あそこからドドドーンと落とされるんですから、これは止まりませんね。はい、まあ、テラニシの軽量の悲しさと言いますかね。もろに胃袋のあたり落とされましたテラニシ。外人組が2対1で勝利を収めております。でっかいモンスターロシモフ、その右に10回のイワンバイテン、左ヒトコパでやります。まあ、テラニシもよく頑張りましたが、結局はモンスターロシモフの力の前に屈したという感じでやります。2対1で外人組が勝ちを収めております。この番組は TBS をキーステーションにして全国のプロレスファンの皆様にお送りしております。